ユニクロを展開するファーストリテイリングはアメリカで展開するユニクロ全50店を現地時間の17日から臨時休業します新型コロナウイルスの感染拡大を受けて顧客や従業員の安全に配慮したということで営業の再開は新型コロナ感染の状況を見て判断するということですすででで、に中中国でも30店が休業中で 臨時休業は世界合計で100店舗を超えています。